あれ、オリビエ。おや、エステル君、よ、カシウスさんに聞いたよ。ついに声優劇師になったそうだね。おめでとう。さすがは僕のプシキャットちゃんたちだ。その表現はともかく、一応礼は言っておくわ。ところで、オリビエさんはどうしてこんなところにいるんですか？確か僕たちと同じように今日の晩餐会に招待されているのは聞いていましたけど。そういえば誰よりもお祭り好きっぽい男がこんな静かな場所で飲んでるなんて、あんたひょっとして偽物？君たちがギルドで声優劇師の資格をもらっていた時に心ゆくまで楽しませてもらったよ。そうそう、グランアリーナ前では即興のコンサートを催してね。僕のファンたちの熱狂ぶりを君たちにもぜひ伝えたかった。嘘くさ。ハーケンモンで聞いたあの演奏のノリを思い出すね。まあ生誕祭の熱に当てられて一人静かに飲んでいるというわけさ。そんな孤独でやるせない後ろ姿すら絵になってしまう罪な僕、これぞダンディズムというやつだね。もうわけわかりませんね。ワコードたちよ、街に出て祭りの熱に酔いしれたまえ。僕は深き森の隠者のごとく過去と見今日は遠慮しないで。デートってそんなんじゃない。そりゃもう少ししたらそう言われるの。え？なんでも生誕祭の警備は王国軍が行ってくれています。それぞれ酒場や、そうだ、せっかくのジェスター両兵ジェスロランス少尉が情報部に入る前、ええ、エレボニア氏イエーガーという半年ほど舞台ごつ。それいえ、そんな、ま、時期的何かそのあたりはひょっとしたら。そうそう、結局例年遅い、うん、結局さ、皇族訪問の中止はそのあたり。生誕祭の警備はそれぞれさ生誕祭の警備は王国軍それぞれ。エステル君、ヨシア君、せっかくの生誕祭だ。
街に出て存分に楽しまな。ねえヨシオ、掲示板の依頼の捜索対象、間違いなくこの人。はっ、この僕と一緒に昼下がりのジョージを楽しみたいとか、そんな3人なんて。でもちょっと刺激的かも。いいだろう、喜んでお受けしようじゃないか。いやー偶然ね、私たちなんかよりもはるかにオリビエにお熱な人がいるらしいのよね。なんだって。それは本当かい。ええ、よかったらその人のところに案内しましょうか。言うまでもない、君たち案内してくれたまえ。ん、どうしてまた遊撃士協会に来たんだい。まあまあ慌てなさんなって。今エルナンさんに呼び出してもらっています。ええ、はい、それでは遊撃士協会まで。皆さん連絡がつきましたよ、すぐにでもこちらにいらっしゃるそうです。そんなにも僕に会いたくてたまらないのか。ところでその子猫ちゃんは僕が知っている人なのかな。それはもうよく知ってると思うわよ。今オートにいる子猫ちゃん、やはりシェラ君か、それともカルナさんにアネラス君、いやいやメイベル市長にリラ君という可能性もあるな。あ、まさかクローディア姫やティータ君じゃないだろうね。なんというかある意味すごい想像力ですね。もういらっしゃったようですね。おお、ついに来たか。僕の愛しい人よ、さあ入ってきたまえ。では遠慮なく入らせてもらうぞ。へ、どうやら君たちが依頼を遂行してくれたようだな。ありがとう。帝国大使館を代表して礼を言う。いえいえ、そんな。オリビエさん本人が望んだことでもありますし。話が見えないんだけど、僕に会いたがっている子猫ちゃんというのは。何を寝ぼけている。女王陛下直々のご招待だから、この際今夜の晩餐会に出席することは認めてやろう。だからといってお前の好き放題にはさせられん。そのことを今一度言い含めておこうと思ってな。ヨシア君、ひどいじゃないか。僕のことを騙したのね。何を人聞きの悪い。僕たち女性が待ってるとは一言も言ってませんけど。さて、夕方まであまり時間はない。いろいろと釘を刺しておきたいし、とっとと大使館に戻るぞ。これで一件落着。査定も済ませたので報酬を受け取ってください。聖遊撃士の手帳はまだできていないので準遊撃士の方に書かせてもらいますよ。微妙に後ろめたいけど納得できる依頼だったからいいか。それじゃ生誕祭の見物を再開しましょう。うん、一通り回ったら東街区の休憩所に行こうか。休憩、まだ全然回ってないけどもう休憩する？
ちこち回ったからさすがにちょっと疲れちゃったわね。しばらくここで休もうか。とりあえずオートで騒ぎが起きそうな気配はなかったね。呆れた。そんな心配をしてたんだ。今日くらい事件の後始末は父さんたちに任せとけばいいのよ。遅れてきたんだからそれくらい当然の義務だってば。そうなんだけどね、なんとなく性分っていうか。はあ、仕方ないわね。それにしても私たちも声優劇師か。これからは支部の監督を受けずに自由に行動できるようになる。人手が足りない支部からの応援要請なんかも来るから定期戦を使う機会も多くなるね。その分責任も増えるんだけど。うん、でもまあなんとかやっていけるわよね。今回だってクーデターは阻止することができたんだし。もう父さんにヨシアがいないと心配だなんて言わせないんだから。さすがにもう言わないと思うよ。でも僕はこれからも君と一緒にいたいと思ってるけどね。え？あれ？迷惑だったかな？そりゃ気心は知れてるし、お互いの癖は分かっているからね。このままコンビを組んだ方がいいと思ったんだけど。あ、遊撃士の仕事のことか。なんだ、てっきり私逆に告白されちゃったのかと。え？わあ！今のなし、忘れて。エステル、それって。暑い時にはアイスが一番。約束通りおごってあげるからちょっとここで待ってて。あ、アイス売り場はそっちじゃないと思うんだけど。もしかしてエステル。いや、そんなわけないよな。いや、若い人は羨ましいですね。アルバ教授。いや、しばらくぶりですね。最近いろいろと騒がしかったですが、平和が戻って本当によかった。やはり人間、平穏無事に暮らすのが一番ですね。おや、どうしました？顔色が優れないようですが、声優劇師にもなれたのだから、もっと晴れやかな顔をしなくては。そうだ、私からも何かお祝いをさせていただきましょうか。あまり高いものは贈れませんけど。最初に会った時から強烈な違和感がありました。今では少し慣れましたけれど、あなたを見ているとなぜか震えが止まらなかった。ほう。そして各地で起きた事件、記憶を消されてしまった人たち、あなたは調査と称して事件が起こった地方に必ずいた。そう、タイミングが良すぎるほどに。ん？決定的だったのはクルツさんの反応です。記憶を奪われたクルツさん、あの人もアリーナの観客席で気分が悪そうにしていた。そしてあなたも同じ場所にいた。ん？アルバ教授、あなただったんですね。認識と記憶を操作されながらそこまで気づくとは大したものだ。さすが私が作っただけはある。暗示を解くとしようか。
あなたは。ようやく私のことを思い出したようだね。バラバラになった君の心を組み立て直してあげたこの私を、うつろな人形に魂を与えたこの私を。対象者の認識と記憶を歪めて操作する異能の力、七人のアンギスの一人、白面のワイスマン。久しぶりと言っておこうか。レギオンナンバー13、漆黒の牙、ヨシュア・アストレイ。あなたが今回の事件を背後から操っていたんだな。それじゃあ、あのロランス少尉はやっぱり。お察しの通りだ。彼の記憶は消さないであげたから、すぐに正体に気づいたようだね。彼も喜んでいるだろう。あなたは僕を始末しに来たんですか。そう身構えることはない。計画の第一段階も無事終了した。少々時間ができたので君に会いに来ただけなのだよ。第一段階、あの地下遺跡の封印のことか。輪に至る道を塞ぐ門、それをこじ開けることが、すなわち計画の第一段階でね。もはや閉じることはありえない。やはりこれで終わりじゃないのか。輝く輪とは一体何です。結社は、あなたは何を企んでいるんだ。それを知りたければ、結社に戻ってくればどうだい。君ならすぐに現役復帰できるだろう。少々緩和鈍っただろうが、リハビリすればすぐに取り戻せるさ。そんなに怖い顔をするものじゃないよ。分かっているさ。今の君には大切な家族がいる。尊敬できる父親と、何よりも愛おしく大切な少女。たとえ彼がこちら側にいても、それらを捨てるなど馬鹿げた話だ。だから私は君に会いに来た。計画に協力してくれた例として、真に結社から解放するために。おめでとう、ヨシュア。君はもう結社から自由の身だ。この5年間本当にご苦労だったね。なんだ、つまらないな。もっと嬉しそうな顔をしてくれると思ったのだが、まだ感情の形成に不完全なところがあるのかな。僕が計画に協力。何をバカなことを言ってるんだ。ああ、すまない。うっかり言い忘れていたよ。君の本当の役目は暗殺ではなく諜報だったのさ。結社に見捨てられた子供として同情を引き、見事保護されてくれた。そして定期的に結社の連絡員にいろいろなことを報告してくれたんだ。遊撃士協会の動向とカシウス・ブライトの情報をね。無論そんなことをしていたのは君自身も覚えていないだろう。私がそう暗示をかけたからね。S 級遊撃士カシウス・ブライト、まさしく彼こそが今回の計画の最大の障害だった。彼に国内にいられては大佐のクーデターなどすぐに潰されてしまっただろうからね。彼の性格、行動パターンを分析して悟られずに国外に誘導するために、情報は本当に役に立ってくれた。嘘だから、
改めて礼を言おう。この5年間本当にご苦労だった。嘘だ嘘だ嘘だ。僕はエステルと過ごした、僕のあの時間は何がそんなに悲しいのかな。そ知らぬ顔で大切な家族と幸せに暮らしていけばいいだろう。君が黙っていればわからないことだ。しかしまあ考えてみればそれも酷な話か。ブライト家の親子はどうも健全すぎるようだからね。君のような化け物にとって少し眩しすぎたんじゃないかな。君は人らしく振る舞えるが、そのあり方は普通の人とは違う。どんな時も目的を合理的に考え任務を遂行できる思考フレーム。単独で大舞台と渡り合えるよう限界まで強化された肉体と反射神経。私が作り上げた最高の人間兵器、それが君、漆黒の牙だ。そんな君が人と交わるなど所詮は無理があったのだよ。この先彼らと一緒にいても君が幸せになることはありえない。だから辛くなったらいつでも戻ってくるといい。大いなる種が滑る魂の結社、我らがウロボロスに。されちゃった。なんだかんだでもう夕方だし、ヨシアさっきのどう思ったんだろう。うん、思い出したらまた顔が熱く。おや、エステルさん。あれ、アルバ教授、こんなところで会うなんて珍しいわね。そうかもしれませんね。そうだ、先ほどヨシュア君とも会いましたよ。おめでとうございます。声優劇師になったそうですね。まあね。あれ、あ、どうしました。教授ってばいつもと雰囲気が違わない。なんだかすごく楽しそうな顔をしてるわよ。見抜かれましたか。実は考古学の研究でいろいろと進展がありましてね、それで少々浮かれていたんです。へえ、よかったじゃない。あ、ごめん、アイスが溶けちゃうから私これで行くわね。それじゃまたね。なるほど、カシウス・ブライトの娘か。なかなか楽しませてもらえそうだ。ごめん、遅くなっちゃって。ものすごく混んでてさ、ようやくゲットできたのよ。そっか、ご苦労様。ありがたくごちそうになるよ。うん、さっきのことだけど。あ、さっきはごめん、紛らわしい言い方しちゃって。確かにあれじゃ出来の悪い告白みたいだよね。え、うん、出来が悪いってことはないけど、
まあ考えてみればそう結論を急ぐこともないよね。声優劇師になったからといって別の仕事についてもいいわけだし、ここはお互い将来についてじっくり考えるべきかもしれないな。確かに結婚なんかしちゃったら子育てもしなくちゃいけないし、だから先走りすぎだっての。私さてともう夕方だし、アイスを食べながら城に戻ろうか。父さんとみんなが待ってるよ。ヨシア、どうしたの？エステル、将来についての相談があるとか？違うってば。さっさとお城に戻りましょう。さっきからそわそわして、何か気になることでもあるの？うん。ねえシラネ、食事の時ヨシは変じゃなかった？うん、変なのはあんたの方でしょ。あの子はいつも通り落ち着いていたじゃないの。それはそうなんだけど。はっはー、そっか、そういうことか。な、何よいきなり。隠さない隠さない、そんな雰囲気はしたけどやっぱり自覚しちゃったわけね。ヨシュアのこと好きになっちゃったんでしょ。やっぱり分かっちゃう。悪いけど丸分かりよ。でもその様子じゃヨシュアにはちゃんと伝わってないみたいね。そうだと思う。ヨシアってこういうこと昔から鈍いところあったし。って私も人のこと言えないか。ああ、もうういういしいわね。あの花より団子だったエステルがよくぞここまで。お姉さん感激しちゃうわ。もうシェラ姉には金輪際相談しない。嘘嘘、からかって悪かったわ。でもそうね、考えてみればあんたたちは思春期に入る前に出会ったのよね。なかなかお互いの気持ちに気づかないのは仕方ないか。そういうものなのかな。私は旅をしてる最中にちょっとしたきっかけで意識して、一度気になりだしたらどんどん意識するようになって。こんなの私のキャラじゃないのに。咲かないつぼみはないってね。女の子はみんなそういうものよ。知らねえ。あんまり軽率なことは言うつもりはないんだけど、覚悟が決まってるなら打ち明けた方がいいんじゃない。踏ん切りがつかないならちょっと占ってあげよっか。ううん、実はもう覚悟は決まってるの。話を聞いてもらう約束もしたし。そっか、よし、それでこそ私の妹分。ああ、もうお姉さん泣けてくるわ。それはもうええ中年。でもありがとうシェラね。なんだか少し勇気が出てきたわ。私ちょっとヨシアのところに行ってくるね。え、まさか今すぐ告白するの？ううん、それは別口。なんかさっきヨシアの様子がおかしいような気がしたのよね。まずはそれを聞き出してくるわ。そう。しかしさすがにあの子のことをよくわかってるみたいじゃないの。あんたとヨシアならきっとうまくいくと思うわよ。話していい雰囲気になったらそのまま打ち明けてみたらどう？善処します。それじゃ行ってくるわね。
初恋か。うまくいくといいんだけどね。あれ、二人ともいないわね。そういえば父さんはまだ会議とか言ってたか。でもヨシアは？ヨシア、どこで吹いてるのかな。やあ、エステル、いい夜だね。うん、またその曲なんだ。星のありか。いろいろなものをなくしたけど、この曲とこのハーモニカだけはいつも僕のそばにいてくれた。だから吹き納めにと思ってね。え？約束果たさせてくれるかな。君に会うまでに僕が何をしてきたのか、それを今から話したいんだ。ヨシア、うん、わかった。少し長い話になるけど、それでも構わないかな。もちろん、きっちり最後まで聞かせてもらうわ。ありがとう。昔々、あるところに一人の男の子がいました。甘えん坊で気が弱くて何の取り柄もない男の子。でも大切な人たちと一緒にいて、男の子の毎日はとても幸せでした。しかし、あることがきっかけで男の子の心は壊れてしまいました。言葉と感情を失い、食事も取らずにハーモニカだけを吹き続ける毎日。面倒を見てくれた人の努力も虚しく、男の子は日に日に痩せ衰えていきました。そんな男の子の前に一人の魔法使いが現れました。私がその子の心を治してあげよう。ただし代償は支払ってもらうよ。そうして男の子は魔法使いに預けられることになりました。壊れた心をつなぎ合わせながら、魔法使いは男の子の存在を好きなように作り変えていきました。そして新たな心を手に入れた時、男の子は人殺しになっていました。2年もの間、男の子は毎日のように人を殺し続けました。何十人もの部隊を闇に紛れて全滅させたこともあります。屈強な護衛に守られていたとある国の大臣の屋敷に潜入して、その喉をかき切ったこともあります。時には爆発物を使い、罪もない人々を巻き添えにしました。いつしか男の子はただの人殺しから優秀な化け物に成長し、漆黒の牙と呼ばれ、恐れられるようになっていました。そして男の子は魔法使いに
ある標的の暗殺を命じられました。かつて女王様が治める国を北の大きな国から守った英雄、大陸で4人しかいないという特別な称号を持っている遊撃士を。でもその標的は強すぎました。子猫が虎にいなされるように男の子は撃退されてしまいました。失敗した男の子の前に魔法使いの手下たちが現れました。標的に顔を知られてしまった男の子を始末しようとしたのです。しかしその手下を追い払って男の子を救ってくれた人がいました。それは男の子が暗殺に失敗した党の標的である遊撃士だったのです。そして男の子はその人の家に連れてこられて一人の女の子と出会いました。その家で男の子は5年もの間素敵な夢を見せてもらいました。本当ならその男の子には許されるはずもなかった夢を。だけど夢はいつか覚めるものです。現実に戻る時が迫っていました。これでこの話はおしまいだ。ありがとう、最後まで耳を塞がずに聞いてくれて。それってどこまで本当なの？全部本当のことだよ。僕の心が壊れているのも、僕の手が血塗られているのも、君のお父さんを暗殺しようとして失敗したのも、そして今までずっと君たちを裏切り続けていたことも。男の子は本当の意味で救いようがない存在だった。そこにいるだけで不幸と最悪をもたらすような、そんな汚れた存在だったんだ。だから男の子は旅立つことにした。幸せな夢を見せてくれた人たちをこれ以上巻き込まないために自分という存在を作った悪い魔法使いを止めるために。それは僕が人間らしい心を最後に持っていた時のものだ。もう必要のないものだから、だから君に受け取ってほしい。この5年間のお礼にはとてもならないだろうけど、何もないよりはマシだと思うんだ。加減にしなさいよ。え？いい加減にしなさいっての！夢なんて言わないでよ。まるで今までのことが本当じゃなかったみたいじゃない。過去が何だっていうの？心が壊れてる？それがどうしたっていうのよ。エステル、私を見て、私の目を見てよ。ずっとその男の子のことを見てきたわ。いいところも悪いところも知ってる。男の子が何かに苦しみながら必死に頑張ってたことも知ってる。そんなヨシアのことを私は好きになったんだから。一人で行くなんてダメだからね。私を、私の気持ちを置き去りにして消えちゃうなんて絶対に許せないんだから。エステル。え、よしよ。何今の、口の中に流れて。即効性のある睡眠誘導剤だよ。副作用はないから安心して。
して、なんでそんなものを。僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君、君と一緒にいて幸せだったけど、同時にとても苦しかった。明るい光が濃い影を作るように、君と一緒にいればいるほど僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになったから。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。そんな。でも今は違う。君に会えたことを感謝している。こんな風に大切な女の子から逃げ出すことしかできない僕だけど、誰よりも君のことを思っている。ヨシュア、ヨシュア、今まで本当にありがとう。出会った時から君のことが大好きだったよ。さよなら、エステル。Thank you.